ショーン・ケリーはアイルランド生まれの元自転車ロードレース選手。アイルランドのロード選手といえば、1987年にジロデイタリア、ツールド・フランス、世界選手権自転車競技大会の参加者に輝いたステファン・ロッシュが一般的に有名だが、ロッシュが選手生活の中で本当に輝きを放ったシーズンは、ほぼこの年だけと言っていいのに対し、ケリーは現役時代、 毎年のようにタイトルを獲得したばかりか、数多くの年間表彰も受けた。とりわけ、パリ・ニースの1982年から1988年までの総合7連覇という記録は、ステージレースにおける同一大会連覇記録である。同様の記録として、後にランス・アームストロングがツールで7連覇を果たしたが、ドーピング違反により抹消された。 また、年間表彰制度である、スーパープレスティージュ、UCI ロードワールドランキングスにおいても長らく1位を記録しており、ベルナール・ルイノーやグレッグ・レーモンといった選手たちの追随を許さなかった。当初はスプリンター型の選手で、1982年のツールでは、同タイプの名選手であった、ベルギーのフレディ・マルテンスを大きく引き離しポイント賞を受賞するなど、 第一人者としての地位を固める。その後は、オールラウンダー型の選手に変貌した。しかし、難度の高い山岳コースは苦手としており、そのためか、グランツール総合優勝としては、ブエルター・エスパーニャにおける1回があるのみである。また、モニュメント通算9勝をはじめとする、クラシックレースでも、数多くの勝利を挙げているが、ロンドファン・フランデレンだけは2位が3度あるもののついに、 優勝を果たせず、ディック・ファン・ロイ、エディ・メルクス、ロジェ・デ・フラミンクに次ぐ史上4人目のモニュメント完全制覇は果たせなかった。スプリント力が注目されがちであるが、1992年のミラーのサンデーモでは、モレノ・アルゼンティンが直前のレースで事故を起こした記憶から、危険な下り坂で失速することを予想、ゴール手前の丘。 ボッジョディサンレモでのアタックを、あえて放置し下りで差を詰めゴール直前で差し切るなど、心理、戦術面での巧みさが目立つ。ツールド・フランス・ブエルター・エスパーニャ。ありがとうございます。